皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日は悲しみということについて話したいと思います。悲しみを歌った歌っていうのはたくさんあるんですけれども、私の歌と心理学という、小さな文章を集めた冊子があるんですけれども、その中でも書いているんですが、映画「男と女」という映画がありました。確か1960年代だと思うんですけれども、音楽が、フランシス・レイですね。で、そこに主演した男性の方、ピエール・バルルっていうんですけれども、彼役者っていうのかシンガーなのかよくはわからないんですけれども、数年前に亡くなったんですが、その人が歌ってる歌でこう「サンバ・サラバ」っていう歌があるんですね。これはポルトガル語で、祝福のサンバ、祝福のサンバというタイトルで、この中で歌われているのは、悲しみがないサンバは酔えないワインと一緒だということが歌われています。それが祝福なんですよね。悲しみというものは祝福であるという、こうとても深いことを歌っているサンバサラバというピエール・バルルの歌です。これは男と女の中でも、挿入歌で歌われていたかと思います。もう一度言いますね。祝福のサンバは悲しみなんです。悲しみのないサンバは酔えないワインと同じだと言ってるんですね。それほどまでにこの悲しみという感情はものすごく広い感情で、祝福までいっちゃうんですね。当然この悲しみという感情っていうのは、カウンセリングに来てくれるいらしている方の中で必ず通過していく感情で、悲しみは全体に彩られている感情だと言えなくもないですけれども、一番肝心なところ、回復のキーになるところで必ず出てくる感情ですね。それは回復を約束している感情ですから、おそらくサンバサラバなんでしょうね。祝福なんでしょうね。で、こうなかなか感情が出ない人がいたんですけれども、ようやくこう長いカウンセリングを通して、自分はかわいそうだっていうことにこう気がつかれていきます。でもこうまだ悲しみまでは至らないんですね。こう悲しいという感情がよくわからないっておっしゃってて、なんか映画を見て泣いたりするんだけれども、これをどういう感情を感じて泣いてるのかわからないっておっしゃってて、周りがそれ悲しいねって言ってるけれど、自分ではなんかよくわからない、フィットしない。でも最近ね、こう夕日が沈むのを見ると涙が出てくることがあるとおっしゃっていました。でもそれが悲しみなんだかなんだかがよくわからない、そういう時期がこうしばらく続きまして、でようやくその自分がですね、こうかわいそうだっていうところから、自分はこう本当に自分は悲しかったんだということがこう理解できる瞬間が来ます。それは本当に
本当に悲しみなんですね。悲しみだし、それは祝福されてる悲しみだということです。自分はかわいそうだなという感情から、ここで強烈に自分に対してこう悲しみが出てくる。それに対してこう涙される、悲しいと思って涙する。これは当然といえば当然なんですけれども、これができない人がいて、まあ、そういう人はこうじっくりと時間かけながらカウンセリングしていく中で、ようやく自分に対してこう涙が出る体験をしていくということだと思います。で、それは、先ほど申し上げたように、回復する、きっかけにもなるということですね。かわいそう、自分もかわいそうだなというところでは、まだその次があるんですね。自分は悲しみだった。悲しみの中にこうドーンと落ちるわけなんですが、それは落ちるんですが浮上してくる感じ、そこが多分祝福ということなんでしょうか。今日は悲しみということについて話してみました。もしよかったら、そのウェブ上に、YouTube 上にこのビデオ上がってますから、コメントとかいただけると嬉しいです。それに対してできるだけ私も返事をしますので、もしよろしければどうぞ。ソレア心理カウンセリングセンターの高間でした。